電車でゴー。皆さんお待ちかね、はいどうもヨッシーです。今回も電車でゴープロフェッショナルしよう実況プレイやっていきたいと思います。今回運転するのはこちら、京浜東北線鶴見駅運転していきたいと思います。ということでね、前回は蒲田止まりだったんですが、今回は鶴見止まりということで、ちょっと長い距離ですが、ということで、ね、行きましょう。夕暮れの晴れですね。4番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。では品川発車。この電車は京浜東北線鶴見行きです。各駅に停車いたします。次は大井町に停まります。ということでね、京浜東北線鶴見行き、まあ、この区間は山手線、さらに横須賀線ということで、京浜東北線のこの区間難航の区間なんですけど、初代電車でゴーでプレイもできますけど、これと違うところは ATC ありですからね。よし、で ATC90。 よし、通勤電車でも十分速いな。90、特に90キロは。大井町停車。すいません、ちょっとブレーキハッチかけます。ちょっと距離が合わないんで。よし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 。出だしは幸先いいですね。ちょっとすいませんね、もうブレーキでリズムよく合わせました、あの発車ベルト。出発進行。大井町発車。で ATC のあるこの京浜東北線なんですよ、唯一踏切ありますのでね、結構211系。大森、大森です。
大森停車。よし、大井町大森は時間はあるのでね、悠々にできますね。さ、確か次だったな。出た、蒲田。進行大森出発進行で、蒲田はなぜ問題かというと、まあ、前回とプレイとほぼ一緒で、大余裕の余裕が微妙なんですよね。微妙にないという感じですね。でもなくはないか、まあ、そんな感じぐらいですね。微妙ですね。まもなく蒲田です。東急池上線、目蒲線はお乗り換えです。よし、ここで蒲田停車。若干余裕なかったな、やっぱ。で、次ですね。1番線、電車が発車します。ご注意ください。今こんな発車ベルってあったっけ？出発進行。川崎、あ、じゃあ、失礼しました。蒲田出発。いやー、すいません、蒲田と川崎間違えました。ほんとすいません。ということで次は川崎駅ですね。で、蒲田と川崎は結構距離あるのでね、まあ速い速度になりますけども。で、確か ここで東京から神奈川県に入るんですよね。よし、京浜特線通ると気持ちいいな。よし、おお、快速アクティ。これでどうだ。まもなく川
川崎です。東海道線南武線はお乗り換えです。川崎停車。あ、ぶどう。時間ぴったー。はは。66センチ。あ、うめえ。ゼロぴったりだったな。あと一息。ここも問題なんだよな。最後、鶴見。3番線、電車が発車します。ご注意ください。出発進行。では川崎発車。まあ鶴見を問題って言いましたけども、ダイヤの余裕がそこまでってわけではないのでね、ほんと注意です。まあ若干余裕のなさっていう感じですかね。あ、あれ103系の総武線じゃなくて、あ違う、南武線ですね。昔の103系か。あ、乗ってみたかったな、あれ。90キロが主にメインですね、まあ、特にまっすぐ走ってるので。また来た、211系。鶴見停車、最後ですよ。鶴見停車。おっしゃ、全駅時間ぴったり。オッケー、これいったでしょう。よし、オッケー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 、100点。ではエンディングどうぞ。
次はサフロールです。やりました。記録更新ですね。せーの、はい。てっちゃん感動です。ありがとうございます。オッケー。この更新は結構でかかったと思いますね。はい、今日の動画はここまで。よければコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。終了しました。それでは皆さん、良いお年を。